マルサンホビー動画チャンネルです。5月24日、入荷の新製品、再入荷品の、ご案内になります。まず、お客様からの、たくさんの問い合わせもいただいております。大好評の、ガンダムシードフリーダムに、登場します。マイティストライクフリーダムや、あとその他、ことぶきや、ミニカー、スケールモデルなどの、新製品のプラモデルもたくさん入っておりますので、ぜひご覧になってみてください。まずご紹介しますのは5月25日土曜日新発売になります、劇場版のガンダムシードフリーダムに登場しますマイティストライクフリーダムガンダムになります。こちらのモデルはキラが最終決戦の時に使用しました、ガンダムになりますけれども、最初はストライクフリーダムガンダム錦の方でこう登場しまして、背中にはドラグーンのユニットが付きましたバックパックを使用してたんですけれども、戦闘中にまあボディやそのドラグーンシステムなどをこう破壊されたりとかしたんですけれども、後でラックスが乗ってきましたプラウドディフェンダーと合体しまして、こちらのマイティストライクフリーダムガンダムになっております。で、こちらがメーカーで塗装組み立てしたイメージ写真になっておりますけれども、こちら新しくシードアクションシステムを搭載しまして、首や胴体、腕などの可動範囲が非常に大きく取れるようになっております。ですのでガンダムシード特有の決めポーズなどもきっちり取れるようになっております。さらには足のところに新しい関節を使うことにより合体してこの登場したこの足を揃えてこう翼を開いたというこう印象的なシーンも再現できます。さらに今まで通りこのライフルは2本連結したりとか、あと、背中のところにつけてあります実験の普通の御霊も使用されておりまして、こちらの方はカラーリングを2種類扱うことによって日本刀のような刃の部分と峰の部分などの色分けも、再現できるようになっております。で、額のところのこうビーム兵器ですね、これはちょっと映画の時にいきなり開いた時にはびっくりしましたけども、非常にこの強力な兵器ですが、こちらの方は閉じてる状態と開閉状態をパーツの交換することにより再現されております。で、中のプラモデルキットの方が、こちらの方になりまして、こちらが中に入っている部品になります。まずはこのビームシールドやこうカメラのところのクリアブルーのパーツがあります。そしてこちらに白い方の部品には、腕や頭部、あと武装などの、部品なども入っており、こちらの方には足やこう、装甲部品などが入っております。で、こちらの方にはこの色のついてない部分にこう貼るシールなどが入っており、あと腰の、こう武装や、あとこの実験のパーツですね、こちらがありまして、で、あと、このストライクフリーダム独特のこの、フレームの部分の金色のパーツも入っております。で、こちらがプラウドディフェンダーのパーツの方になっておりまして、ここに羽の部分やこの本体のところが入っております。そしてこちらの方がそのプラウドディフェンダーの方の、中に貼るちょっとこうキラキラしたこうシールが入っておりまして、展開時のこの、カラーリングの方はこのシールで再現されるようになっております。さらにこちらにはこう胴体のところの、ブルーのパーツや体、あと武装などのこの、まあ、黒に近い部品ですね。で、アンテナの黄色い部品、あと、体のところのところにちょこちょ こうありますこう赤い、部品などが入っておりまして、あとこちらの方にはブラウドディフェンダーのところの翼の部分や、あとフレームのところに使う、金色の部品が入っています。次にご紹介しますのも5月25日土曜日発売になります。こちらの方が、ガンプラパーツセットのガンプラ01エールストライカーになります。ですね、今回からですね、こういったガンプラ用の、パーツセットとしまして、何点かこう立て続けに出てくるんですけれども、それを第1弾としまして、このエールストライカーと、このグランドスラム、あとこういった、バズーカーなどがセットになった、パーツを販売になります。で、こちらのエールストライカーは、今まで発売になっておりました、エールストライクガンダムについているものと違いまして、新規で、こう作ってあるものになります。で、C ジョイントとか、3ミリジョイントなどを使っておりますので、様々なガンプラの改造パーツとしても使えるようになっております。で、こちらの方が使用例になっておりますけれども、まあ、こちらに使っているのが EG グレードのエールストライクガンダムになります。で、こちらの方にはそのまま装着が可能になっております。さらには、ここにちょっと小さく説明がありますけれども、ガンプラによっては接続ジョイントが1つ穴の場合と2つ穴の場合があります。ですので、ここに付属してあるジョイントによってどちらの方のタイプにも対応できるようになっております。ただ一部によってはちょっと接続方法がこれ以外のものもありますので、そういった場合はちょっと工夫して取り付ける必要性があります。あとパーツとしてはこのようにいろいろ分割できるようになっておりまして、エールストライカー自体をまた、別の形のこういった羽のようなブースターパーツにして使用するなど、いろいろ汎用性が高い部品になっております。で、中のパーツの方がこちらになります。こちらの方には、まあ、基本的なこのグレーの
パーツですね。ジョイントや武装などの部品が入っておりまして、で、こちらの方には、まあ、エールストライカーに、使っております、まあ、羽の部分な、ダクトの部分の赤いパーツ。あと、白い部品や、同じくエールストライカーの本体になる、黒い部品。あと、黄色のスリットの部品。あと、ビームサーベル用のエフェクトパーツが付いておりまして、さらには、こちらの背中につけます、この連続式になっているエネルギーパックが入っております。これはですね、来月発売になります、同じガンプラパーツの、ソードストライカーとランチャーストライカーが出るんですけれども、それを、と、この、エールストライカーをセットすることによって、パーフェクトストライクガンダムの、ちゃんとこのエールパックが接続したバージョンを作れるようになっておりますので、ぜひそちらの方も合わせてご利用になってください。で、こちらの方と同時に、再販になっております。こちらの方が EG グレードの、ストライクガンダムになっております。先ほどのパーツは、こちらには装着することはもう可能になっておりまして、その次に出る、ランチャーストライカー、ソードストライカーも、当然使えます。そして、で、こちらの方が、メーカーの組み立てのちょっとこう、イメージ写真になっておるんですけれども、エントリーグレードシリーズは、工具を使わない、接着剤を使わない、もうほとんど色もつらないで、もう本当に、このパッケージと同じような色合いが再現できる画期的なプラモデルになっております。ですので、プラモデル初心者の方からも、こう、進めやすく、さらに、ベテランの方も、いろいろこう、改造パーツとして使っております。で、中の部品の方がこちらになっておりまして、こういったフレーム部の、グレーパーツや、足や縦の、赤いパーツ、あと武装などのパーツも入っておりまして、で、こちらには、まあ、アンテナやシールドの黄色いパーツ、で、胴体の青いパーツなども入っております。で、あとこちらの方には、白い、装甲のパーツが入っています。こちらも、5月25日発売の、境界戦記極光の早期シリーズのアーロンライノの、一般タイプになっております。こちらの方は、ショートの、アニメで、登場しました、北米同盟の、量産型の、モデルになっております。以前からもいろいろな商品が出ておりますが、それの最新バージョンの機体になっております。で、こちらがメーカーで塗装を組み立てしたイメージ写真になっておりますけれども、武装にはライフや、ナイフなどもついておりまして、ナイフは脇の下のところに装備することができます。さらには、こういった以前から出ております、こう運搬するための、こう飛行機なども出ておりますので、こういったのも合わせて使えるようになっております。で、中のキットが、こちらの方になっておりまして、まずはこの、装甲などの、緑色のパーツで、顔の部分は通常バージョンと索敵バージョンと2種類ついております。あとフレームに使うこのグレーのパーツがありまして、こちらの方にもそのグレーのパーツと、あと色のついてないところはシールで再現できます。あとちょっと濃いめの緑の部品があります。こちらの方にも濃い緑と薄い緑、あとこのフレームなどのグレーパーツが入っておりまして、でこちらが頭部の上についてるスモークのこう透明パーツ、あとちょっとこう薄緑っぽいようなこのグレーかかったパーツがあってですね、でこちらに濃いグリーンのパーツと、まあ、武装などに使うグレーのパーツが入っております。一応まあこれ以前に同じその境界戦記極光の早期シリーズでアーロンライノのグレイティ専用機というのも出ておりますので、まあ、これと合わせて並べていただければと思います。こちらも5月25日、土曜日の発売になります、30ミニッツミッションズシリーズになります、レベルノバのブラウンタイプになっております。こちらは30ミニッツミッションのカラバリグランプリの方で上位入賞しました、このレベルノバの、ブラウンバージョンになっております。でこちらがメーカーで組み立てたイメージ写真になっております。非常にちょっとこう重厚なタイプの、マシンになっておりまして、武装としてはちょっと大型のライフルがついております。で、中の、部品の方はこちらになりまして、こういった茶色い、装甲パーツや、目のところのこの、グリーンの、あ、ごめんなさい、ブルーの、クリアーパーツ。あと、濃い茶色の装甲パーツがありまして、で、こちらにも薄い、茶色いパーツがあります。こちらは、まあ、足などにも使っている部品で、こちらも、濃い茶色の部品がありまして、これも体のところなどになっておりまして、でこちらのグレーのパーツが武装のライフルの部品です。あと、ポリの、ボールキャップ、ジョイントのキャップがありまして、あと装甲の、あ、フレームの、グレーの、パーツがこちらにあります。でこちらの方の、モデルですけれども、まあ、前回に、こういった同じ、レベルノバのグリーンバージョンっていうのが出ておりまして、こちらの方は、こう、ボディの方が、こういった、グリーンになってますから、こちらの茶色いパーツと、こう、部分部分に交換しまして、オリジナルのカラーリングを再現できるようにも、できますから、ぜひそちらの方も試してみてください。
で、こちらも同じく、バンダイの5月25日、土曜日の新発売になります。こちらの方は30ミニッツミッションズの、ガルドノバのグリーンバージョンになっております。こちらの方もカラバリグランプリの方で上位入賞しました、ガルドノバのグリーンバージョンになっております。でこちらがメーカーで、こう組み立てたイメージ写真になっておりまして、こちらの方ですね、ちょっと特徴的なのがこの腕のパーツになっております。かなりちょっとこう長いパーツになっておりまして、この、手の節のところをこうセットするともう縦みたいな感じになるイメージになっております。さらには先ほどのレベルノバなどと組み合わせてオリジナルの、マシンの組み立てなどもできます。こちらが中の部品になっておりまして、まず走行のグリーンのパーツや、ボールジョイントの、ポリキャップ、あとこのフレームのグレーパーツと、あとこちらにも、まあ、ボディなどのこうグレーパーツがありまして、これが爪などの、ちょっと明るいグレーパーツですね。そして、こちらには武装や、同じくこうジョイントなどの、グレーパーツと、あと走行の、グリーンパーツがついています。そして、このカメラの、クリアオレンジの部品と、またこのグレーのパーツがありまして。で、あと、こちらの方も同じく、カラーバリエーションの、この、最初に出ました、この、ブラウンバージョンがあります。ですから、これも、先ほどのレベルノバと同じように、こういった、部品のところですね、こう、緑と茶色とかを、こう、組み合わせることによって、オリジナルの、カラーバリエーションで楽しむこともできますので、ぜひ合わせてお使いください。こちらは、バンダイの再入荷品になります。100分の1スケール、マスターグレードシリーズの、シャア専用ザクのバージョン 2.0 になります。こちらのモデルは、初期の方に出ましたマスターグレードのシリーズのザクから、プロポーションや関節可動などを見直して、もうフルモデルチェンジされた、こうガンプラになっております。で、こちらが、メーカーで組み立て、塗装したイメージ写真になっておりまして、まあ、ちょっとこの辺はね、普通の立ちポーズなんですけれども、こういったバズーカーを両手で大きく構えるポーズや、足をこう大きく広げたりすることもできます。さらには、この、ちょっと作るのにめんどくさい、こう、ちょっと、動力パイプは、最初からちょっと一部、このこう、グレーの、芯のパーツに、もうこのピンク色のこのパーツの方がはまってる状態になっておりまして、これをプチプチ切っていくと、で、ザーッとこう繋いで動力パイプが再現できるようになっております。で、一応こちらの方にも一部可動域の、こう説明などがありますけれども、こういったこう、膝立ちポーズが、取れるようになっておりますので、よくこう、これ、量産ザクなんかですとね、第1話の時に、コロニーに潜入するときに、ハッチを開けるときに、こう、膝立ちで、こう、ぐるぐるって、このハッチを開けるシーンなんかもありましたんですけど、そういったようなポージングも取れるようになっておりますし、あと、こう、体とかも大きく、こう、ひねったり、前後に倒すこともできるようになっております。そして、中に入っている、プラパーツの方がこちらになりまして、これが先ほど言いました、この、こう、このグレーの芯のパーツにも、こう、パイプ状のパーツがはまってる状態になっておりますので、これをプチ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 って切っていくと、もうザーッとこう繋がってる状態をもう再現できるようになっております。あと、こちらには濃いこう、小豆色の部品や、足などのグレーパーツ。あと、こう、物合いのところのカバーのクリアパーツなどが入っております。でこちらはフレームのグレーのパーツで、非常にこう、モールドも、細かく入っています。で、こちらの方には、まあ、武装のパーツがありまして、こちらの、ね、バズーカーの方の芯のところは、こうスライド金型を使って、もうはめ合わせじゃなくても一本のパイプ状になっております。で、こちらにもフレームのパーツが入っております。で、こちらには、こう、赤い、パーツと、あとポリキャップ、あと、薄いピンク色のパーツが入っておりまして、で、頭部のところは、まあ、シャーザクですから本来もうアンテナ立てるんですけど、こうアンテナ立てなくてもいいタイプの、ヘッドのパーツもついております。で、こちらには、もう足などの、走行パーツや、こちらには腕などの走行パーツが入っておりまして、で、ここには、ちょっとこう、金属の、こう、モビルジョイントっていうパイプとか入ってまして、あと足などの、走行パーツと、ここにも、中のフレームのグレーパーツが入っています。で、次にご紹介しますのは、こちらの方は、ことぶき屋のパーツになるんですけれども、こちらはヘビーウェポンユニットの、ナイトマスターソードになります。こちらのモデルも、いろいろこう分解したりして、形を変えられる、武器の、セットになっておりまして、こういった、まあ、盾の状態みたいにすることもできますし、剣も大型の剣から、それをばらした、小型の剣にすることもできるようになっております。で、専用の台座がついてまして、そこにこう刺した状態も再現できます。一応こちらの方が中の組み合わせや使用例になりますけれども、まあ、こういった台に刺さっている状態からつくとこう大きな剣になっておりまして、それを盾のように使ったりとか、あと刀身を変えて普通の剣にしたり、ビーム刃にしたりすることもできます。で、この小さい、片刃の剣を、使うようにできるパーツにもなります。
さらにこういったフレームアームガールや、あとフレームアームの、こう武装としても使えるようになっております。そして中に入ってる部品の方が、こちらの方になるんですけども、こういったクリアのパーツや、あと白いところの、歯のこう背の部分のところとか、あとこちらの方が、台座の部分になっておりまして、でこちらが歯の部分の、シルバーの部品になっております。それと合わせまして、こちらの方が新製品として発売になりましたヘビーレポンユニットのナイトマスターソードのブラックバージョンになっております。先ほどの、ホワイトのタイプと違いまして、本体はブラック。で、この、エネルギー場のところとかは、レッドの方になっておりますので、よくこういったこう、フレームアームガールのこの黒い装飾をつけた、キャラクターに非常に合う、こう、パーツの彩色に変更されております。で、こちらの方が、使用例になっておりまして、先ほどと同じように、まあ、こういった台のところに刺して、置く状態、あと、こう、大きな剣の状態、で、盾と、こう、普通のソードの状態。で、こちらも刃を変えてエネルギー場にすることもできます。で、左右をばらすことによって、片刃の剣にすることもできます。で、こちらの方は、ほぼ、ちょっとフレームアームガールに使っておりますが、こういった黒い装飾のキャラクターに非常に似合う装飾になっており、配色になっておりまして、まあ、当然、フレームアームの、ロボットタイプの方にも使用できます。さらに、他のメーカーの美少女、プラモデルやロボットの、方にも使えますから、ぜひ、こちらの方をいろいろ試してみてください。次にご紹介しますのが、こちらの方がことぶき屋の、アーマードコアのシリーズになります。インテリオルユニオンの、テルスのフルパッケージバージョンになっております。こちらの方は、ゲームの、方に登場します、ロボットの、プラモデルになっておりまして、でこちらが、メーカーで塗装組み立てしたイメージ写真になっております。で、アーマードコアの方は、こういろいろ、なんていうんですか、胴体とか、足などですね、それをユニット化して、バラシで、自分なりに、こう、いろいろな組み合わせを楽しむこともできるパーツになっておりますので、今までの、別売りのアーマードコアのプラモデルをお持ちのお客様であれば、胴体や足、武装、いろいろなものを組み替えて、オリジナルのマシンを作ることも可能です。で、こちらの方の、中に入っている部品が、こちらになりまして、ちょっとたくさんちょっと部品があるんですけれども、こういった、ちょっとこう、白っぽい、装甲のパーツとか、こちらにも同じく白い、濃い装甲パーツと、あとこのメカの部分の、グレーのパーツがありまして、で、こちらの方にはちょっと濃いめのブルーの、部品が入ってます。この辺は装甲パーツだと思います。で、こちらの方には、まあ、同じくちょっと濃い、ブルーパーツで武装のパーツが入っております。で、こちらの方もちょっとこう、濃い、ブルーの、装甲パーツになりまして、で、こちらは、こう、ちょっと白身のかかったこうグレーの装甲の部品です。でこちらの方にはこうちょっと細かな、部品がたくさん入ってまして、まあこれは装飾系のパーツだとは思うんですけれども、そしてこちらにはこの茶色がかったこうフレームの部品が入っております。でここもちょっと、濃いブルーの、装甲パーツと、あと、グレーのフレームパーツ。でこちらは、こう黒い部品で、この武装のパーツですね。でこちらも多分そうだと思うんですけど、こう武装系の部品になると思います。あと、こう白い小さい部品も入ってまして。で、こちらがポリキャップになります。で、こちらの方も、ポリ部品と、あと、こうクリアーパーツが入っています。で、次にご紹介しますのは、こちらの方は、ことぶき屋の新製品の女神デバイスシリーズの、畑中のどかになります。こちらの方はアニメ版のアリスギア・アイギスの主人公のキャラクターとして登場しまして、最初の頃はちょっとこう、アニメの方は結構こう、ちょっとギャグ漫画的に続いてたところがあったんですけれども、最後の最後になって非常にこうシリアスになって、面白いこうアニメーションになりました。そしてこちらの方がメーカーで、組み立てたイメージ写真になってるんですけれども、まあ、こちらの素体の、モードがありまして、こちらの方に、この武装の方を取り付けていくようになります。で武装の方もいろいろこう展開が可能ですので、あとは組み合わせなども変えることにより様々なこうポージングや遊びが楽しめる商品になっております。で、あとこちらの方は、中にプリント済みの、こうフェイスパーツが3種類入ってますので、この中からこう好きな、こう、まあ、表情を選ぶこともできますし、あと付属のデカールで自分の好みのまたこう表情を作ることも可能です。こちらが中に入っている部品になっておりまして、まあ、こういった武装の装甲の白い部品などがありまして、こちらの方にもその白い部品がと、ここにもこう盾のような形した、部品が入っております。で、こういった武装の、グレーパーツがありまして、
この辺が、まあ、サブアームみたいな部品が入ってます。でこちらにも、こう、フレームに使う部品が入ってまして、でこの辺も白いのですから、ちょっと走行系の部品だと思うんですけども、同じようなのがまた入ってまして、でここにもさっきと同じちょっと縦状の部品が入ってます。そして、ここにはちょっとこう、薄紫色の、こう、パーツがありまして、でここには、あの、赤い、クリアーのパーツが入ってます。でここには黒い部品と、この辺がちょっと体に使う白い部品だと思いまして、あとここも体の黒い部品ですね。でこれが、まあ、専用のこのベースのところの土台になります。で、この肌色パーツと、で、この辺も、これは多分手首ジョイントとかの部品になると思います。これが、あの、こう、プリントされたフェイスパーツになってまして、こういったちょっとこう、表情の違うものが3種類入ってます。あと、こういった一部、こう、もう塗装もされた部品も入っていまして、でこちらの方も、その、こう、一部塗装済みパーツなどが入っております。そして、まあ、この辺がなんかジョイントの部品が入ってまして、で、こちらには、あの、専用の、あの、この、飾り台の方のアームの方が入っています。あと、ここには、まあ、武装モードの方になると思いますけど、そちらの、部品や走行パーツ、フレームパーツなどがありまして、で、この辺は、あの、素体の時の、この体のグレーのパーツですね。で、この辺も白い、装備のパーツになると思います。で、この辺が、さっきのな、縦状のパーツのこの内側の部分ですね。そして、これが髪の毛の部品と、こちらにはちょっと濃いピンクの部品が入ってます。で、ここも、ここフレーム系のパーツだと思うんですけど、こういった黒っぽいのが入ってまして、あとこの、手首パーツが、たくさん入ってます。これでいろいろこう武装を持たせたり、あの、ポージングの表情付けの、パーツになっています。で、次にご紹介しますのは、こちらの方もコトブキ屋の新製品になりまして、こちらはフレームアームガールの、ゴーライカイの、黒バージョンで、対戦車ミサイルセットになっております。今までゴーライだと、まあ普通のこのグリーンやホワイトが出てたんですけど、そちらのブラックバージョンになっております。そしてこちらの方が、メーカーで組み立てしたイメージ写真になっておりますけど、こちらのあのトミーテックの方から発売になっております、リトルアーモリーの、こう武装の、この対戦車ミサイル砲の方をこの、キットと、同封したモデルになっております。あとこういった、あのこう胸の部品なんかもこういろいろ大きさの違いがあるのが入っておりまして、色を塗らなくてもここまでカラーは再現できるようになっております。さらにこちらの方ですね、あの表情付けがもうされております、あのプリント済みフェイスパーツが入っておりまして、あとはこの別のデカールも入ってますので、これで少しこう、また表情を自分なりに変えることができます。で中に入っている部品がこちらになりまして、まずここのちっちゃい上に乗っかってる箱が、これがリトルアーモリーのパーツが入ってる箱になってるんですけど、その中にこちらの方の、こう対戦車ミサイルの、部品がですね、こういった風に、入っておりまして、まあ、筒の部分とか、あとこの、ミサイルの部分の、あの、本体の部分ですね、こういった部品が、まずこういったのが、あの中に、こう一緒にセットされております。そして、それとは別に、この中の方に、そのゴーライのあの部品が入ってまして、こういった、あの、足のところにつける、この、ロードホイールの部品などとか、まあ、フレーム走行のパーツなどがここにあって、ここにも足や、武装の、あの、こう、グレーのパーツが入っておりまして、で、この辺が素体のこの、黒い部品ですね。そして、この辺は武装のグレーパーツと、あと、こう、ライフルのグレーパーツが入ってまして、で、この辺は、ジョイント系の部品ですね。で、この辺はグレーの、あの、装甲のパーツが入ってまして、で、ここには素肌の部品がありまして、ちょっとこう、褐色肌気味になってます。で、こちらには、あの、こう、髪の毛や手首のジョイントなどが入ってます。そして、こちらが、あの、手首パーツになってまして、武装を持たせたりすることができます。そして、こちらが、プリント済みフェイスパーツになってまして、こういった3種類の、こう表情がついております。あとは、こちらの方が、水天車デカールになります。で次にご紹介しますのは、こちらの方は、これはコトブキ屋の再販品になりますけれども、ファンタシースターオンライン2の、あの、ジェネのステラ、ティアーズバージョンになります。こちらのモデル、メーカーで、組み立て完成したイメージモデルになっておりまして、こちらの方も、まあ、通常のモードと、こういった武装したモードと選べるようになっております。で、まあ、表情もいろいろこう変えられるようになっておりまして、一応こちらの方がメガビデバイスのシリーズと、ちょっとこう部品を交換して、あの、こういじったりすることもできます。で、あと色を塗らなくてもここまでのカラー再現度になっておりまして、
さらには、あ、こちら、あ、ついてないか。ごめんなさい。そして中に入っている部品の方が、こちらになります。これがまず髪の毛の部品と、素肌の、肌色パーツになってまして、でこちらの方が、黒い、こう装備品のパーツになってまして、でこちらが、服の白い部分や、あとこの、足の部分などのパーツが入ってまして、専用のこの台座用の、この支柱なども入ってます。でこちらが武装の、白と赤の部品と、まあ、ここにも髪の毛や、あとこの素肌パーツが入っておりまして、でこちらには、グレーと肌色、あと黄色や黒の部品が入ってます。そしてこちらには手首パーツがいろいろ入ってます。そしてここには体の、部分の肌色パーツと、また装備品の部品が入ってまして、でこちらは武装のエフェクトパーツと、あと台座の部分になります。でこちらが、プリント済みのフェイスパーツになってまして、こちらの方が3種類入っています。あとこの白い、こう装備の部品や、この薄緑のこう服の装飾のパーツなどが入っておりまして、で、体の、あと、こう、服の部分ですね。これも一部、こう、塗装済みのパーツと、あと、毛の部分も、こう、色をちょっと入れた部分のパーツも入っております。あと、こちらには、あと、水転写、シールの方も入っています。で次に、ご紹介しますのは、こちらの方が、タミヤの新製品になりますけれども、こちらがメイクアップ剤のシリーズで、アルミ極薄シールの2枚入りになります。こちらのモデルは、非常に薄い、こう、アルミを、使用しましたシールになってるんですけども、裏に、糊もついてますので、貼り付けることができます。で、よくま、使う方法としては、こういった、車のこの窓枠ですね。こういったのに貼ったりとか、よくこう、ジェラルミンの機体の、飛行機ですね。そういったのに貼ったりすることができます。で、こちらの、アルミである利点なんですけれども、シールですと貼って、こう、擦り、まあ、ちょっとこう、優しく擦りつけていくと、飛行機なんかは、こう、モールドが浮き出してくるんですけれども、シールだとこの、こう、だんだん、なんて言うんですかね、こう、剥がれて元に戻ってきちゃうんですけど、これは金属のアルミですから、一回癖がつけば、そのまんまずっともう保持されます。ですので、後から、こう、出たモールドが消えてしまうってことはないですので、非常に使い勝手はいい素材になってますから、ぜひこういったのも、プラモデル作りに役に立ててください。で、次にご紹介しますのは、こちらの方は、35分の1の恐竜のプラモデルシリーズになってまして、こちらがプテラノドンになります。まあ、こちらは、まあ、翼竜の、種類になっておりまして、そして、一応この、まあ、細かな説明がここには書いてあるんですけれども、中に入っているキットはこちらになってます。ちょっとこう、茶色っぽい、クリア成形パーツになっておりますので、この、羽の膜の部分ですね、これを、うまく、こう、この、素材を利用すれば、こう、透けた状態が、こう、再現できるようになってます。あと、ちなみに、この、羽の、この、先に出てる部分は、これ、4番目の、この指が、こう、どんどん、こう、伸びていって、こう、最後の、この膜まで、こう、届いてるっていうふうに、ちゃんとそういうように、再現もされていますので、非常にそういったところも勉強になります。あと、こういった、羽の中に、こう、ある、こう、血管みたいなような、このモールドも、こう、ちょっと細かく再現されております。で中には専用のこう台が入ってまして、こちらのところで飛んでるように、こう飾ることができます。あと、こちらの方が35分の1の人間台のこのパネルが入ってますので、これで大体の大きさをこう、想像することができるようになっています。そして次に、ご紹介しますのが、こちらはタミヤの新製品になります。24分の1の、車のプラモデルシリーズになります。メルセデスベンツの 300SL の、このフルビューモデルというものになります。こちらの方は、このもう完成写真を見ていただければわかりますけれども、ボディの方がこういった透明の、ままになっておりますので、作り方次第ではこういうふうに、完全に透明にしちゃいまして、中がどういうふうに作られているかをこう見たりすることもできまして、よくまあ、あるのがこう半分塗って、こっちを色付き、こっちを色なしみたいな風にして、ちょっと作る方もいらっしゃいました。で、こちらのフルビューモデルをするにあたって、こちらのプラモデルキットの方は、もうエンジンからフレームまで、細かく再現されておりますから、こういった透明ボディを使っても、非常にこのシャーシとかの構造がわかりますから、ただね、シャーシだけがある車だと、こう、ボディがクリアになっても、あんまし意味がないんじゃないかなと思うんですけれども、こちらの方はそういった意味では、このクリアボディで、中をこう見れるというところが非常にこう、こうリアルな、ものになっております。で、こちらの方が中に入っている、部品になりますけれども、まあ、そのボディですね。こちらの方がボディになります。で、こちらの方は、ボンネットと、この特徴的なガルウィングのドアは、作った後も開閉ができるようになっております。
そしてあと、まあ、こちらの方も、いろいろ、ホイールからあのこう窓などの、パーツもこうクリアになっておりまして、でここにはバンパーなどのメッキ部品があります。でシャーシの方もこういったクリア部品になっておりまして、ここに窓の部品も入っています。でこちらの方はまあ室内やあとエンジン、これ室内エンジンなど の, あの部品が入っています。でこちらが、先ほどあの写真でもありました、こういったあのフレーム部品ですね。あの非常にこう細くてこう精密に作られておりますから、この車のこうフレーム構造がこう非常にこう分かりやすい、モデルになっております。でこちらの方が、ゴムタイヤやポリキャップが入っておりまして、あと、こちらの方に、デカールシートやあとメッシュ、あと、このマスキングシールなど入っておりまして、こちらは青島の新製品になります。24分の1スケールマッハ555に登場しますマッハ号の、フルバージョンになっております。こちらのモデルはここがあのメーカーで塗装を組み立てした、完成写真になっておりまして、マッハ号の、こう装備であります、ところをあまなくこう、再現した、プラモデルキットになっております。でこちらの方は、中に入っているパーツがこちらになりまして、こういった透明 の, あのこうキャノピーの部品や、あと、同じくこちらにも透明部品が入っておりまして、でこちらの方が、ホイールなどに使うメッキパーツが入っております。でこちらがあのシャシの方の、部品や、あとこの、エンジンや排気管の部分の部品が入ってまして、でこちらの方には、上のところの車体パーツやタイヤなどの部品や、あとメタルパーツなども入っております。そして、こちらの方が、デカールシールと、あとちょっとここにあの、見えるかな、よしよしよし、でこういったあのこうエッチングのパーツも入っておりまして、このエッチングのところにこの前から出るこの、こう回転のノコギリ、この刃の方も、この薄いプラス金属パーツで再現しております。そしてこちらの方が、長谷川の新製品になります。こちらの方は48分の1スケール中島機の84の4式戦闘機の、ハヤテの、飛行第、51戦隊になります。でこちらのモデルですね、中に入っているプラパーツがこちらになっておりまして、こう透明のクリアパーツやポリキャップ、あと、機体パーツ、まあ、ここにちょっと箱に全部一通り入っちゃってますけども、 あと、コックピット内部や羽などや、あと武装、あと足などの部品も入っておりまして、でこちらの方がその専用 の, あのデカールシールになっています。で次にご紹介しますのは、こちらの方は、まあ、ちょっと青島の、再販品になりますけれども、あのチューンドパーツシリーズ24分の1スター5の、5H の14インチホイールになります。でこちらも同じく青島の再入荷品になりまして、チューンドパーツの24分の1マーク1の 5H の14インチホイールです。でこちらも同じく青島の再販品で、チューンドパーツの、ハート、5の 5H の、14インチパーツになります。でこちらの方は、まああのまあ、14インチのホイールにあのこうゴム製のタイヤが入っておりまして、まあ、こちらの方のパーツはあのこう旧車に非常にマッチする部品になっておりますから、ぜひこう足回りのドレスアップとして使ってください。あと、こちらの方は、青島の再入荷品になります、700分の1スケールの、ウォーターラインシリーズ、日本海軍の重巡洋艦のマヤになります。でこちらの方ですね、ちょっとちっちゃい写真ですけども、これがメーカーで完成させた、モデルになっておりまして、中に入っている部品がこちらになります。まあこの、上の、船体の部分や甲板の部分、あとこちらには甲板とかあのこの船底の部分ですね、ウォーターラインシリーズですので、こう水に浮かべたような状態を再現できるように、あのこの船底のところが平らになっています。あとこちらの方には、細かなこう、こう偽装パーツですね、大砲とか、こちらも煙突など、あとクレーンなども入っておりまして、でこちらには環境などの、部品も入っております。でこちらの方が、こう細かい、装備品になってまして、まあ、あの機関銃やボート、あと艦載機、そういったものがこちらに入っています。これからはミニカーの新製品になります。まずはこちらですね、ホビージャパンの、64分の1あ、スケールの、トヨタ、GR カローラの RZ のスーパーホワイトになります。でこちらの方もホビージャパンの、64分の1スケールになります。マットステンレスになります。でこちら、こちらがすみません、こちらがマットステンレスですね。でこちらの方が同じく、64分の1スケールの、トヨタ GR カローラ RZ のプレッシャー、チタニウムになります。でこちらの方はあのミニ GT の、64分の1スケールのキャディラック V シリーズのデイトナ24時間になります。でこちらの方は、同じく、ミニ GT の、日産スカイライン GTR の R34 のトップシークレットのゴールドになります。
で、こちらの方は、ホビーマスターの、72分の1スケールの金属製の、飛行機のモデルになります。FA-18F のスーパーホーネットの第、103戦闘攻撃飛行隊になります。で、こちらのモデルですね、中に入っている、商品がこちらになります。まずはこういった武装屋の方や、あとこの飾るためですね、飛行状態で飾る台が入っておりまして、でこちらを開けますと、このように中に入っております。こちらの方にも、武装屋、あとこう、開いた状態の、こう、キャノピーパースなどが入っておりまして、あとは、こう、着陸状態になった時の、この展開した、こう、脚部のパーツなどが入っております。で、こちらの方には、まあ、武装のパーツや、あとこの、燃料タンクなどが入っておりまして、一応本体の方はちょっと出してみますけれども、こういった、モデルになっています。カラーリングとしては非常にこうシンプルなグレーと黒の、カラーリングになっております。で、この、尾翼のところには、この、ドクロマークの方が、ついています。以上が本日入荷しました、プラモデルとミニカーの、商品になりますので、ぜひお客様のご来店お待ちしております。入荷しました商品はどんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。